はい、登別地獄です。地獄です。よし、行きましょう。はい、あ、ここに散歩したやつがある。した。いやー、すごいな。上手。さっきの人も。うん。まあ風向きもあるんじゃないの。なんかこっち静かだよね。うん、うん、なんかあんま何歳の出てないっていうか、右あのブゴーっていう、そういうの、あの多摩川とかすごいじゃん。アトサヌプリ。アトサヌプリ。はあ、あっちが大豆先のことかんでしょ、あの真正面にあるのが。うん、多分茹で上がる感じですね。あ、グツ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 言ってますな。ブクブク言ってるのかろうじて見えてる。うん、カメラで見ると、カメラ越しで見るとよく見えるよ、ブクブクしてるの。おお、地獄好きよね。地獄ついつい楽しんじゃうんですよね。この岩肌がいいよね、ここ。あ、なんか調子取ることだった今俺。岩肌のオレンジ色がすごくいいよね。うん、めっちゃ一人ごと言ってたんだよ俺な。なんかでもちょっとあの、なんだろうな、あのこういう感じのチョコレート菓子あるよね、こういう感じの色の。つうか木道が結構長いこと続くんだね。うん、ここだったら屁こいてもバレない。音さえ出さなければ。
なんかいるんじゃねえの、うん、そういうことね、どこなんかいんの、どこなんかいんのか、鹿鍋になっちまったら怒ったら鹿どっかいんのか、なんかみんな言ってるよね、トニリワン、あいつら足4つあるからって言ってたよね、いやわかんねえな、なんかこっち指さしてるよねみんなね、なんかいんのか、しっかりあの出口のところの下はいたので、うん、分かんねえな、わかんねえな、今一生懸命探してます、嗰度啊，應該係咪嗰度啊？嗰個最勁嗱，喂，嗰度先有煙啊，嗰度咁細，係啊係啊，我看你呢，我見到這個，咪呀，地獄の淵まで行こうや。ちょっと待ってな、多分デジタルトラッキングで終えると思うんだよ、これ。ピー、練習しよう。4倍ぐらいでこうするとずっと追っていくんですよ、そっちを、はあ、すごいね、結構長いね、うん、長いっすよ、あの子で終わりっぽいね、ちょっと待って、ここ人多いから、ママと、ママと時ありましたね、やった、ママだから、うん、さすがこれ上行くとまたなんか別の店舗台があるのか、きっと、いやーもうね、私はくたびれモードですんでこれあれだな、アナリーに地獄台に来ないと先に来てよかった、あの煙の奥見えなそう。我又唔翻头啊！呢度兜过去啊！
立ち入り禁止。立ち入るやつがいいのかな、ここ。立ち入るやつがいるからこういうことになるんですよ、きっと。立ち入り禁止。いや、にしても外国人多いな。山に帰ってくね。ああ、大きい角生えてたね、今ね。なんか、ひょっとしたら2頭いるかもしんないね。へえ、温泉入りに来んのかな。ちょっと金属製品が錆びるやつだ。多分あの銀製品が黒くなるぞこれ。今ちょっと、ちょっとだけ肌がピリッときた気がする。ちょっとピリついてる気がするよ今。なかなか規模の大きい地獄ですね、ここは。でもね、どこだっけな、その北海道にもあるんだけど、今回行こうと思って結局行けなかったところの一つで、あるんですよ、やっぱりブーっていうところが。で、明日、明後日か、明後日で八幡平の方に入っていくところでも、やっぱりそういう雰囲気のすごいところあって、そっちであと撮ろうかなとも思ってたんだけど、もうね、3連休なんで、ちょっとねっていう。はい、すごい。はい、ということで登別の地獄でした。